またボブだよ。今日も京都でボブ談義だよ。なんでボブ談義って。デビ様と初めてコラボだったんですけど、すごい楽しかった。あのコラボの20分前かなに、いろいろさ、なんか音量調節とか、今日やることのやつで、初めてお話ししたんですけど。いや、でもさ、はじめ全く、はじめましての人とさ、いきなりコラボするのさ、好きなんだ、みたいなこと前言ったと思うけど、なんかこう、仲良しじゃない状態で、配信するドキドキ感が、はじめすごい好きで、もうめちゃくちゃ楽しかった。何つながりだったの？なんもないよ。本当になんもないから、めちゃくちゃ緊張してたよ。モルレチオって結局何なの？モルレチオは初めも分かんないのよ。信じられないよ、悪魔のささやきだよ。信じて、僕をモルレチオ。モルレチオって言うな。モルレチオ。みんな分かんないから、モルレチオ。モルレチオ分かんないよね。わかんないことも言うよ。いや、なんかさっき音量合わせで初めておしゃべりした時に、なんか初めが言った言葉をビデビちゃんが聞き取れなくて、モルレチオって言ったって言われたんだけど、一回も言ったことないのね、人生で。モルレチオって、でもモルレチオって言ってたよ。言っちゃないんだよな。でも何かはわかんないんだよな。いや、マジでやたちくて、おもろくて、可愛くて、最高の悪魔ちゃんでした。いや、本当にね、大先輩、業界の大先輩なんですけど、いや、まさか、ちょっとお受けしてくださるなんて思わなくて、とっても嬉しいですにゃん。はじめは、まだ2年目のペーペーですからにゃん。え、業界の大先輩？え？妖怪？今妖怪なんか言っちゃないよね。なに妖怪の大先輩。そしたらはじめも妖怪になっちゃうじゃん。はじめ人間ですけど。言ってた。いや、言ってないよ。業界が妖怪ね。妖怪モルレチオ。妖怪モルレチオはやめてくれよ。じゃあ本当に。モルレチオなっちゃうじゃん、はじめ。デビモルコラボ、また見たい。デビモルコラボって誰だよ、モルって。もう、モルレチオなっちゃったよ、はじめ。なんだよ、モルレ、いいあだ名もらったにゃ。いいあだ名なの？モルレチオって。モルレチオボブ、はじめ、やめろ。G みたいなこと？ボブの一族。やめてよ、ちょっとはじめ自分でボブの一族増やっちゃの。ボブの一族って他に誰いんだよ。B やんけ、B の一族。モルレチオ、モルレチオ B はじめ。ボブの一族はね、番長の B にしてくれよ。なんでボブの B なんだよ。能力はボブボブの実かな。もうボブボブの実って何ができるのか全然わかんないよ。もうそれどんなに髪の毛をなんとか血をなんかこう剃ってもボブに戻るとか、そういうこと？相手の髪をボブにできる、何の得もねえよこっちにゃ。それ絶対ボブになりたくない、ボブは嫌だ、ボブは嫌だって言ってるやつの、はいボブの魔法って言って、うわーボブになっちゃったって、なんかただの嫌がらせじゃん、長男。はじめ何の得もねえや、相手をボブにする力なんかいらねえわ、長男。ただの嫌がらせなんだよ。なんでこの嫌がらせしたアジョカバに怒られないといけないんだよ。やだよ。ボブ分け帽子や。ボブ分け帽子や、もう。別に、被らなくてもわかるだろ。お前はボブ。お前はボブじゃない。お前はボブ。ボブじゃない。ボブかそれ以外か。で、分けれるだけじゃん。ボブ分け帽子って。何その帽子や。ちょいともあれな。お前はボブが似合う頭の形や。お前はボブは似合わない。趣味だな。ボブ開け帽子ってこと？全人類ボブ化計画。やだな、そんな計画立ててる人いただ。
エクスペクトボブローラム、やらちょんな名前だったら多分、でもわかんない、こんなボブボブ言う前にその映画でエクスペクトボブローラムとか聞いてたら違和感なかったかもしれないけど、あ、エクスペクトボブローマルなんだみたいな思うけど、そんなホグワーツは嫌だでもだってわかんないよね。でもアバダケダブボブ言いづらいよ。アバダケバブボブ、ボブって言いづらいんだよな。違和感ない、違和感あるだろ、さすがに。名前を言ってはいけないボブの人、またボブの話になっちゃった。またボブだよ、今日も今日とてボブ談義だよ。なんだよボブ談義って、世界中でボブの話こんなにしてるやついねえよ。しかももうボブがわからなくなってきてるし、純血のボブリンチやめて純血のボブリンチはやめて。だってあれでしょ、あの人が純血のボブリンチってことでしょ。やだよ、俺が半純血のボブリンチだってあの声で言ってほしくないよ。優勝やらやらやらや、やら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 、純血のボブリンチは絶対やら。広い目で見たらスネイプ先生ってボブだよねあながち、否定できないところがちょっとやだな。うん、割と確かにボブだな。ここが今日のボブ雑談ですか？違います、ボブ雑談をしようと思ったわけじゃありません。うん、まあ確かにそこはかとなくボブだね。もうやめろ、市長のボブレットとか炎のボブレットとかアジュボブの囚人とかやめと、もうボブディドルはやめと、ボブリトルはやめちゃ、五感が合ってるから。ちょっともうハリーポッチャーがボブに埋め尽くされてる、あの名作が、あの名作がボブに汚されていく。こんなことあってはならない。ボブワーツ魔法学校はみんなボブなんだよな、それ。規則でみんなボブに決まってんな。ボブの可能性無限大だね、本当やにゃ。もう今日もうボブしか話せなくなっちゃったじゃん。いや、番長が始めた物語じゃないよ、これは。これ、マッチョ組が始めた物語でちょうだってや。ボブとこのちゃん、もうほんまにやめてもらっていいっちか、もう。もう作者さんの名前もボブ入っちゃったしや。もうボブ、もうボブダメだよ、ボブ。ランマの髪型がボブだったらちょっとダメだよ。違うよ。ランマはランマ、あの、三つ編みがいいんだよ。もう、ボブ大喜利会場はここでしか、初見です。もう初見の人、どんな気持ちで見てんだよ、こりゃ。何こりゃって。コメント欄ボブばっかりや。なんか聞いたことある名前がボブに変換されてて、なんだこりゃって。ここだけ軸歪んでんのかって。ここだけボブの、ここがボブの楽園かって。番長が拾うからでしょ。だって今ここ全部ボブなんだよ。だってボブなんだもん。どこ見てもボブ、どこ見てもボブだよ。どっちだいいの、どっちさら。いえー、ということですね。久しぶりに配信来れた方もいるみたいですけど、久しぶりの配信見てください。コメント欄がもう、ボブレを、もう、ボブレし、もう、ボブの多席やめてね。多席とかじゃないじゃん。ボブに自席も多席もないじゃん。心がね、動かされて行動を起こしたりとか、その日からの景色が変わったりとか、まあそういうことを全部、青春って言うのかなーって思ってます。はじめ理論。